しばしの死後、彼の権力は弟のしば将に託された。この権力以上の隙をしばしが断ち切れなかった義の怨念がつく。義弟宗謀がしば将に対し巨匠にとどまるよう命じたのである。それはしば将の平権を奪いたいがための策であった。あろうことかしば将は命に従い巨匠にとどまる。彼にはのしかかる責務を負う覚悟がまだ欠けていたのである。義の怨念が支配権を得た矢先、職の猛襲もまた動き出す。しばしの死を知った脅威がまたしても進行してきたのである。この報を聞いた当該商会らはしば将の復帰を熱望する。今まで職軍を撃退できたのはしば一族の力あってこそと。こうした声を義弟も無視できず、しば将の洛陽への帰還を許す。帰還したしば将はすぐさま出陣し、東水で脅威を迎え撃った。彼の父や兄、そして彼を信じてくれた将の期待に応えるために。この戦の指揮は諸葛丹がするはずでした。皇帝も奴なら扱いやすいと思ったんでしょう。ですが私はあの程度の奴に使われたくはありません。へえ、じゃあ俺のことは認めてるって？ふん、そんな言い方をしてもらっては困りますね。あなたはずっと巨匠に押し込められていた。私たちが声を上げなければね。せいぜい恩に来てくださいよ。はいはい、分かったよ。紹介め、思い出しただけで腹が立つ。書を読んでも理解する頭がなければ無駄。この俺にそう言いよってるだ。いつか鼻っ柱を折ってやる。紹介殿は新鋭の将、その際は誰もが認めるところだが、何しろあの性格で敵も多い。まったく若気の至りだな。しば将殿、お待ちしておりました。職に勝つためにはあなたが必要なのです。諸葛丹殿と芝将殿は相入れぬ。そして皆が選んだのはあなただった。この戦に勝利したとしても諸葛丹殿の心は穏やかならぬものだろう。夏侯派が敵になって久しい。生き残る執念を貫き強敵となったな。皆、四条殿が戻ってくるのを待っていた。脅威の策を破り職を退けられる将、そんな人四条殿の他にはいないもの。めんどくせえとは言えない雰囲気だな。わかったよ、俺がやってやる。で、戦況はどうなんだ？敵の先陣はかなりの速さで進んでいます。すでに我が軍の前線部隊に迫る勢いです。しかし集
主力部隊は未だ進軍していません。準備が十分に整っていないのでしょう。なるほど、そいつらが動き出す前に先に仕掛けるか。なら四条殿は中央から攻めて、私と翔海殿は東側から進むわ。ああ、わかった。元気、行くぞ。進軍開始だ。さてと、始めるか。俺たちは中央に進んで敵主力を叩くと。敵だ！お？仕掛けてきたのかよ。俺相手にご丁寧にこった。逃げ腰では何も解決しない。かといって突っ込むだけでもダメだけど。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。やりますな。我が陣営も規制が上がりましょう。すでに翔海殿、王元気殿は東方より進軍中。我らも急ぎましょう。敵の主力は加工派が名称揃え、奴らが動く前に一気に仕掛けたいですな。霧が濃い、視界が効きませぬゆえご注意を。好都合だ、動きを気取られずに済む。霧に乗じて吸収すりゃ楽できる。さすがは芝生だ。では霧が晴れる前に戦闘を打ちましょう。見事な手並みであられる。自分たちも使命を全うせる。うん、この崖登れそうですな。上から敵陣に近づけるかもしれません。あ、どこだ。またまさか敵中か。芝生殿のやめてもいい。敵は混乱しています。この機を逃さず一気に片付けましょう。おう、行くぜ。東海、受け取ってくれよな。聞くことがそのまま負けではない。ま、ここは俺らのもんだな。戦況は我が軍が有利。残る将も叩いてしまいましょう。霧に乗じた奇襲なんて戦の定石っしょ。ま、ここは俺らのもんだな。
くも暴れてくれたな。ここで私の知略に屈するがいい。深く奇襲を許すな。主力の壊滅で敵先陣が撤退していきます。芝生殿の迅速果敢な戦ぶり、お見事でした。ああ、上出来だな。さてと、前線の味方を進軍させてくれるか。はっ、すぐに伝令を出しましょう。霧が晴れてきましたな。やりたい放題やりやがってな。俺がぶち抜いてくれる。受け取ってくれよな。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。敵将討ち取ったぜ。ごめんなさい、俺の本気だぜ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。ここは光れば。家計か、脅威の考えそうな策だぜ。この月影がお相手しましょう。伝令、諸国の援軍として強族が襲来した模様。強族だと。仕方ねえ、まとめて叩くしかねえか。四条殿、怠けてはないみたいね。当然だけど。見事な手並みであられる。自分たちも使命を全うせる。私の知略に勝てるとお思いか。芝生か、お前を侮っていたようだ。しかしまだ負けてはいない。これで終わりはしない。私は決して諦めるぞ。脅威、まだ分からねえのか。お前じゃ勝てねえ。無駄なんだよ。